チャオ。常に熱い攻防と書いて情熱攻防です。先日放送された林修先生の日曜日の初耳学、初耳トレンディのコーナーでパスタデアートを紹介していただきました。こちらの作品は何でできているでしょうかというクイズ形式で取り扱っていただきました。答えは賞味期限が消えたパスタということでしたが、誰が作ったのというところが放送されていなかったので、今回パスタデアートの解説を交えて動画にしてみました。改めましてこちらの作品を作った作家の上原美希子です。制作期間は半年、2019年に完成しました。使われているパスタは26種類。この有名な絵画ヴィーナスの誕生は作者ボッティチェッティがイタリアの巨匠ということで主席に作ってみた作品です。他にもパスタのふるさとイタリアにちなんだ作品がいろいろあります。パスタを使って繊細な絵画を描く人というのは珍しいようで、よくいろいろな質問をいただきます。よくある質問4つにお答えしていきたいと思います。簡単に言うと、飲食店に飾る絵画を依頼された時に、飲食店なので食べ物で何か作れないか、パスタはどうだろうという話の流れから作ってみたのがきっかけですね。このきっかけについて詳しくは過去の動画にもありますので、ぜひご覧ください。それ以降パスタの世界に魅了されてしまいました。何の見本もなく自分の想像力だけで作っていくエキサイティングなアート、私にとってはかなり面白い出会いになりました。パスタの色や形を生かして作る楽しさ、パスタ一つ一つが役者さんのような感じでそれぞれの良さを生かしながら見せていくっていうところが映画監督さんに似てるんじゃないかなと思いながら作っております。もうすでに自分にとってパスタデアートは生きる意味と言ってもいいかもしれません。率直にお答えします。こちらは食べることができません。賞味期限が切れたパスタを木工用の接着剤で貼り付けているからです。でもね、食べられる作品も作り始めておりますよ。自然素材の超強力な接着剤を使うことによって食べることが可能です。2020年より実験開始しております。今後の展開に乞うご期待。こちらも実験ムービーがありますのでぜひご覧ください。時間が経つとボロボロ落ちてきちゃうんじゃないかな。そんな風にイメージされがちですよね。さらに梅雨時期によく聞かれるのが、カビちゃわないかな、湿度に弱そうというイメージ。こちらも率直にお答えします。大丈夫です。すぐにボロボロ落ちたりカビが生えてしまったりしたら、情熱工房は16年もこのアートをやっていません。パスタデアートの扱いは絵画とほぼ同じ。ただですね、高いところから落としてしまうと破損してしまうことがあるので気をつけてくださいね。色褪せについてなんですが、全くしないというわけではありません。10年くらいの月日を経て徐々にセピア色に変化していきます。これも味だなと思って、一緒に年月を重ねてもらえると嬉しいです。最近では UV アクリルの額縁などを使っているので、色褪せも以前よりは緩やかな感じになっていくのではないかなと思っています。現在賞味期限が切れたパスタを仕入れているわけではありません。正直にお答えしますね。初期の頃はですね、賞味期限にこだわらず珍しいパスタがあると自分でよく購入していました。またお客様が持ってきてくださったりしました。今使っているパスタはそれらがほとんどです。もしも賞味期限が切れたパスタをお持ちの方や譲っていただける業者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ情熱工房にお声掛けください。数年前から賞味期限が切れたパスタのみを使おうと決め、今年からのプロジェクトにつながりました。賞味期限が切れたパスタを部品に使い、長い間目で味わい、それで得た収益の一部を食事支援団体に寄付する取り組み。
それが誰かのため、世の中のためになるなら、この上ない幸せです。はい、よくある質問4つにお答えさせていただきました。これ以外にも聞きたいことございましたら、お気軽にコメント欄にご質問ください。食品アートというのはなかなか世間的に賛否分かれるジャンルにはなります。永遠のテーマにはなりますが、最終的に思うこと、人に好かれるかより自分が作りたいか、これに尽きるのかなと思うんですよ。だから私は死ぬまでパスタでアートをしていきたいと思っておりますよ。日曜日の初耳学で紹介されたけど、名前が紹介されていなかったので自分で紹介しちゃう動画、いかがでしたか？もしもテレビを見て探してこのチャンネルを見つけてくださった方がいらっしゃったら奇跡ですね。嬉しいです。爆上がりアートになるかどうかは分かりませんが、どうか温かく見守っていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは次の動画でお会いしましょう。チャオー。